これから敵兵の救助を行う。1942年3月2日、その日戦場で行われた奇跡の行為。日本軍は自らの危険を顧みず、スラバヤ沖で漂流中のイギリス軍兵士422名を救助。これはまさに戦場で起きた奇跡。この奇跡を起こした艦長の名は工藤俊作中佐。堂々たる体格を持ち、その姿まさに武人。人情家であった彼の存在なくしてこの救助劇はなかったでしょう。今回は工藤中佐と奇跡の救出劇についてお話ししたいと思います。あるイギリス軍士官の告白。日本の素晴らしい武士道精神を世界に広く知らしめたい。1987年、サムエル・フォール元イギリス海軍中尉はその思いで米海軍の機関紙にある文章を寄せました。そこに記されていたのは、歴史の流れに埋もれていたある奇跡の救出劇。フォールは戦後、駐スウェーデン大使などを歴任し、外交官として活躍した人物。彼は2008年12月7日、66年の時を経て、埼玉県川口市内にある墓に念願の墓参りを遂げました。フォールはその人物を長年探し続けていたのです。その人はすでに亡くなっていて、本人に感謝の気持ちを伝えることはできませんでした。しかし、関係者の支援の結果、ようやく墓所を探し当てました。そしてフォールはそのお墓を前にあふれる感謝の思いを伝えたのです。彼は高齢であることに加え、心臓病を抱えており、日本への長旅はかなりの苦労があったそうです。しかし、それでも彼にはどうしてもここに来なければいけない理由があったのです。自分が死ぬ前にどうしても一言お礼を言いたかったのです、とフォールは語っています。来日時に行われた記者会見でフォールは次のように話しました。24時間も漂流していた私たちを小さな駆逐艦で救助し、丁重にもてなしてくれた恩は忘れたことがない。工藤艦長の墓前で最大の謝意を捧げることができ、感動でいっぱいだ。今も工藤艦長が雷槌でスピーチしている姿を思い浮かべることができる。勇敢な武士道の精神を体現している人だった。フォールの語った工藤艦長とは、駆逐艦雷槌艦長の工藤俊作中佐のことです。工藤中佐は死闘を演じた敵ではなく、フォールにとって瀕死の自分たちを救った恩人だったのでした。フォールはこう語っています。私の人生はあの時スラバヤ沖で終わっていたはずでした。しかし、私は生き延びることが許されたのです。今日の私の人生を過去も幸運に恵まれたものにしてくれたのは、かけがえのない家族です。しかし、それにも増して一番かけがえのない命の恩人だったのは、大日本帝国海軍の一人の将校でした、と。そんな奇跡の行動を起こした工藤中佐は一体どんな人物だったのでしょうか。工藤大仏の生い立ち。工藤大仏、堂々とした体格で普段は温和で飾らない性格から、工藤中佐は周囲からそう呼ばれていました。柔和で愛嬌のある細い目で親しみやすい雰囲気。兵学校の同期生からは実にシャイな男であったと言われています。工藤中佐は山形県の農家の次男として生まれました。彼の祖父は寺子屋教育を受けており、教養があり、工藤中佐はこの祖父から多大な影響を受けたようです。後に行われた奇跡の救出には、上村彦之丞海軍大将の影響があるという説もあります。上村大将は日露戦争に巡洋艦出雲に乗り参加したウルサン沖海戦で撃沈した敵艦竜陸の敵兵を救助。その際、沈没しながら最後まで砲撃を続けた巡洋艦竜陸の乗員に対し、こう命令します。敵ながらあっぱれなものである、生存者は全員救助し丁重に扱うように。工藤中佐は幼い頃、この出来事を元にした上村将軍という歌を子守歌代わりに聞かされていたようです。これが後の工藤中佐の選択に影響を及ぼしたのかもしれません。工藤中佐は米沢藩主上杉鷹山により設立された工場館の流れを組む工場館中学に進みます。農家の子としてたくましく育った工藤中佐は1920年海軍兵学校に入学。海軍兵学校51期に入校した工藤中佐は3人の校長の指導を受けます。そのうちの1人が
後の終戦時の内閣総理大臣鈴木貫太郎でした。鈴木の教育方針は武士道、真心と礼儀を持って接すれば外国人でも兄弟のように親しくなれる、これが鈴木の哲学でした。歴史および哲学教育の強化の一環として鈴木は自身で明治天皇についての訓話を行います。世もの海皆腹からと思うようになど波風に立ち騒ぐらん。現代語での意味は、四方の世界は皆同胞のように思っているのになぜ波風が立ち騒ぐのだろうかというものです。この明治天皇自らがお作りになった詩から鈴木はその四海同胞の精神を称えました。鈴木の教育方針武士道が後の工藤中佐の行動に与えた影響は無視できません。1937年工藤中佐は海軍少佐に昇進し、翌年7月1日に駆逐艦立ち風艦長に就任。翌年陸上勤務となり、海軍砲術学校教官横須賀鎮守府軍法会議藩士を務めます。そして同年11月1日に駆逐艦イカズチの艦長となり、そのまま大東亜戦争の開戦を迎えました。敵兵を救助せよ、スラバヤ沖海戦。敵兵を救助せよ。1942年3月2日、その日、工藤中佐の口から発せられたのは、この驚くべき命令でした。この驚くべき命令は、なぜ発せられたのでしょうか。その経緯は、次のようなものです。1942年、日本軍は南方で破竹の進撃を続けていました。同年、ジャワ島攻略を狙う日本軍阻止のため、アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリアは協力。これらの国の合同艦隊が編成されます。しかし多国籍ゆえ各国海軍の信号用符号を制定できず、指揮系統に大きな不安を抱えての出撃となりました。1942年2月、日本軍はジャワ島攻略を目的とした行動を開始。陸軍部隊を乗せた輸送船団と護衛の日本海軍艦隊がジャワ島を目指して進撃を開始。一つの部隊はセレベス島に沿ってジャワ海に侵入、もう一つの部隊は南シナ海からボルネオ島に沿ってジャワ海に展開。迎撃しようと待ち伏せしていた多国籍艦隊と激しい海戦となります。2月27日から3月1日にかけ、インドネシアのスラバヤ沖で繰り広げられたこの海戦がスラバヤ沖海戦です。日本海軍にとって日露戦争以来37年ぶりの艦隊同士による決戦となりました。連合軍の戦力は巡洋艦5隻、駆逐艦9隻の合計13隻。一方の日本側は巡洋艦6隻、駆逐艦14隻。結果としてこの海戦は日本側の完全勝利で終結し、多国籍艦隊は大敗を喫します。日本側の被害は駆逐艦朝雲と輸送船1隻が大破したのみ。一方多国籍艦隊はオランダ海軍の軽巡洋艦デ・ロイテル、ジャワ、駆逐艦コルテノールが沈没、米海軍の駆逐艦ホープが沈没、重巡洋艦ヒューストンが勝破。イギリス海軍は重巡洋艦エクセター、駆逐艦エレクトラ、エンカウンター、ジュピターが沈没。ちょうどその時ジャワ海北東部を航行中だったのが工藤中佐が率いる駆逐艦イカズチでした。イカズチは第6駆逐隊に所属。大東亜戦争開戦時には両艦稲妻とともに第二検視艦隊に属し、香港の戦いにて海上封鎖を実施。その後戦艦春名を機関とする南方部隊本隊東方支援隊に入り、乱印作戦などの南方諸作戦に参加しました。左30度距離8000、浮遊物多数。イカズチの乗組員はスラバヤ海戦で沈没した艦に乗り込んでいたイギリス兵が海上を漂流しているのを発見。この時海上を漂っていたのはイギリスの駆逐艦エンカウンターの乗員でした。彼らは絶望と戦いながら必死に海上に浮かんでいました。漂流者となったイギリス人の海兵たちは近くで沈んだ別の艦の乗組員も合わせて合計400人以上。救命ボートは8隻のみであり、あまりに不十分。ボートにしがみつくのがやっとでした。その中には若かりし頃のフォールの姿がありました。
その時400人以上の将兵たちは24時間近くジャワ海をボートや木帆に乗って漂流、皆すでに体力の限界でした。船から漏れ出した重油で多くのものは真っ黒に、自力で陸まで泳ぎ着くことは不可能。一番近い陸地までは240キロも離れている状況でした。軍医から配られた自決用の劇薬を服用しようとする者も出ます。イギリス兵は遠くからイカズチが近づいてくるのを見ると激しく動揺しました。もはやこれまで誰もが機銃掃射を受け殺されると思ったそうです。日本人は野蛮だ、終わった。フォール卿もそういう先入観から覚悟を決めました。しかしその時まさかの事態が起こります。その時のことをフォールは、奇跡が起こった、夢を見ているのではないか、このように語っています。彼が目にしていたのはまさしく奇跡の光景でした。波に揺られながら彼は思わず自分の腕をつねったといいます。おい、助けてやれ。イカズチ艦長の工藤中佐はこう言って、イカズチの乗員に敵兵の救助を命令したのです。イカズチは救助活動中を意味する国際信号機をマストに掲げ、漂流者たちのすぐそばで停止しました。国際法では戦時でも海上で遭難する者を不当に放置するのは戦争犯罪となります。しかし国際法上は敵の攻撃をいつ受けるかわからない状況では放置しても違法ではないともされます。多くの国の軍隊は敵を発見すると相手が軍人でも非戦闘員でも容赦なく銃撃を加えるのが普通でした。艦隊に合流するため単独航走中のイカズチがいた海域には敵潜水艦がいつ現れるかわからない状況。イカズチ自身も1ヶ月前に魚雷攻撃を受けたところでした。なおかつ最近ではこの海域では日本の輸送船が潜水艦に撃沈されたばかり。工藤中佐には非常に難しい選択が迫られていたはずです。危険を承知で敵兵を救助するのか、あるいは時間の安全を優先し漂流者を無視するのか。そのような中で工藤中佐以下イカズチの乗員は時間の危険を顧みず敵兵の救助を開始しました。そして1942年3月2日午前10時ごろ、前代未聞の救出活動は始まります。イカズチからは縄ばしごのほか竹竿、ロープなど救助に使えそうなありとあらゆるものが海中に投入。しかしイギリス兵たちの気力と体力は限界に達しようとしていました。なんとか艦のそばに泳ぎ着いてもそこで力尽きて沈んでしまうものが続出します。イカズチ甲板上の乗組員たちは涙声で頑張れ頑張れという声援を送りました。その後さらに驚きの行動を日本兵が取ったのです。イカズチの水兵たちは次々に油まみれの海中に飛び込み、立ち泳ぎをしながら漂流者を救助。そこにもはや敵と味方の区別はありません。お互い同じ人間、同じ命、ただそれだけだったのです。敵と味方を超えた同じ海兵同士の仲間意識がそこに芽生えていました。そして工藤艦長は2つ目の決断をします。一番砲だけ残して総員で敵兵の救助をせよ。これは最低限の迎撃人員だけを残してそれ以外は全て救助に当たれという命令。戦闘が起こる可能性がある海域でこのような命令が出ることはありえないこと。日本海軍史上でもとても異例な命令でした。工藤艦長は遥か遠くで漂流するたった一人の敵漂流者を発見しても決して見捨てず、乗組員総出で救助します。最終的に422名が救助。イカズチの乗組員は220名で倍近い敵兵を艦内に迎え入れたことになりました。イカズチ艦長は英将兵でいっぱいになります。時間の船員の倍以上の人数の敵兵を艦内に収容すれば敵兵によって時間を乗っ取られる危険もありました。しかしその危険を無視して敵兵救助は続けられたのです。日本兵は重油と汚物にまみれた英将兵の体を貴重なアルコールや真水で洗い、着替えも用意します。帝国海軍水兵たちは嫌がる素振りを全く見せず、むしろ温かくケアしてくれた。フォールはこう回想しています。また温かいミルクやビスケットなども彼らに提供されました。すると工藤中佐が甲板に現れ、イギリス海軍の士官21名が集められます。緊張感がみなぎる中、
工藤中佐はその士官たちにこう語りかけます。諸官は勇敢に戦われた。今や諸官は日本海軍の名誉あるゲストである。私は英国海軍を尊敬している。ところが今回帰国政府が日本に戦争を仕掛けたことは愚かなことである。流暢な英語で語られたこのスピーチは士官たちの中にいたフォールにも強い印象を残すことになりました。そして捕虜たちはバンジェルマシンに停泊中のオランダ海軍の病院船オプテンノールに引き渡されます。イカズチを離れる際、士官たちは工藤中佐に挙手の礼を取り、兵たちは手を振って感謝の念を表しました。かくして奇跡の救出劇は終わりを告げます。工藤中佐はその後駆逐艦響き艦長に就任。しかし病気がちとなったので陸上勤務となり終戦を迎えます。すべてを語らず、戦後の工藤中佐、貴様はよろしくやっているみたいだな。俺はウドの大木だったよ。臨終前に友人が工藤中佐のもとに駆けつけたとき、彼はこう話したといいます。工藤中佐は戦後海兵のクラス会には出席せず、病院の事務の仕事をするなどして生計を立てていました。戦死した同期や部下たちの冥福を仏前で祈ることが工藤中佐の日課だったといいます。そうして1979年1月に工藤中佐は亡くなりました。工藤中佐は救助劇について最後まで沈黙を貫き、この救助劇は日本で知られることはありませんでした。敵兵救出の事実は戦時中の国民世論の反発を考えて公表されていなかったのです。親族はもちろん工藤中佐の夫人ですらこの事実を知りませんでした。彼の死後、家族はその業績を知ることになります。老いはこのように語りました。おじはこんな立派なことをされたのか。生前一切軍務のことは口外しなかった。初めて工藤中佐の業績を知り、老いは涙したのでした。工藤中佐が雷鎚の艦長を退任した後、雷鎚は西太平洋にて米潜水艦の攻撃で乗員およそ260人を乗せたまま沈没。スラバヤ沖で奇跡の救出を成し遂げた乗員たちはそこで全員戦死しました。この時のことです。雷鎚が沈没した日の夜、工藤中佐は乗艦していた当時の部下たちが艦長、艦長と駆け寄り、彼を中心に輪を作るように集まってきて静かに消えていったという夢を見ました。工藤中佐は飛び起き、雷鎚に何か異変が起きたことを感じたということです。階級を超えた人間的魅力を持っていた工藤中佐、彼は雷鎚をはじめ乗艦する艦の乗組員たちと階級を超えた絆を築いていました。時には階級の区別なく酒も酌み交わします。ある日、工藤中佐が部下の家庭の経済状態が苦しいことを聞いた時のことです。工藤中佐は下士官に命じ、その兵が家庭に送る送金袋にそっと自分の給料の一部を差し入れました。工藤中佐は農民出身で、苦しい生活を送る人間の気持ちがよく分かっていたのです。また工藤中佐は兵員の食事によく出るサンマやイワシが好きでした。士官室でのエビや肉の皿を兵員食堂まで持っていき、誰か交換せんかと言ったりもしました。このような光景は他の艦船ではありえないものでした。雷鎚着任の際の訓示は、本日より本艦は私的制裁を禁止する、特に鉄拳制裁は厳禁するというもの。また工藤中佐は日頃から士官下士官に対し、兵の失敗はやる気があってのことであれば決して叱ってはならない、このように語っていたということです。見張りが遠くの流木を敵潜水艦の潜望鏡と間違って報告した時も、その注意力は立派だと逆に褒めました。雷鎚の乗組員は工藤中佐を尊敬していました。この艦長のためならいつ死んでも悔いはない、こう公言していたほどです。工藤中佐と雷鎚の乗員たちは強い信頼の絆で結ばれていたのです。敵潜水艦が行動するジャワ海で長時間艦を止め救助に当たるのはとても危険な行為でした。その上、救助の対象は敵兵、救助を命令したのは工藤中佐一人による決断です。
この工藤艦長の行動は長い期間教育によって育まれた結果によるものであるとも言えます。彼は部下から信頼される優れた指揮官でもありました。工藤中佐は卓越した戦闘指揮能力を持ったリーダーとしても部下たちの信頼を集めます。彼は艦長時代、敵潜水艦から合計5回の雷撃を受けていますが、全部回避して生還しています。うち3回は相手に反撃して撃沈しました。艦内の士気は高まり、乗員の技量も最高度に達していました。イカズチの乗員たちは彼を信頼し、命を懸けてその命令を信じ、危険を承知で救出活動に当たったのです。戦後、自衛隊や大企業の招きに一切応じることもなく、工藤中佐はこの世を去っていきました。彼についてフォールはこのように語っています。日本の武士道とは、勝者はおごることなく敗者をいたわり、その健闘を称えることだと思います、と。これぞまさしく工藤中佐を称えるにふさわしい言葉と言えるでしょう。フォールは外交官を定年後、自伝マイラッキーライフを書きました。冒頭には次のような一文が添えられています。元帝国海軍中佐工藤俊作に捧げる。工藤中佐によって命を救われたフォールが彼に捧げた最大限の感謝の気持ちでした。交戦海域の真っただ中で自身の危険を顧みず行われた奇跡の救出劇、これは世界の海軍の歴史上でも例のない出来事でした。それは工藤中佐一人の決断で行われました。しかしそれは工藤中佐一人の力だけでは成し遂げられませんでした。この奇跡は工藤中佐と雷の乗員によって成し遂げられたものです。そこにあったのは紛れもなく海の武士道。工藤中佐と雷の乗員たちはスラバヤ沖でその誇りを世界に示したのです。ご視聴ありがとうございました。